ばんは、黄色のピノコです。いつも見ていただきありがとうございます。高評価とても嬉しいです。ありがとうございます。今日のお話なんですけど、噂について、最近まあ飲みに行くのって少なくなったんですけど、まあ、大体飲んでる席とか、そのまあ、友達と一緒にいる時とか、まあ噂ってつきもので、絶対噂話出ると思うんです。せやけど、まあ、自分のされてる噂って自分まで待ってくることってまあなかなかないと思うんやけど、最近ちょっと聞いたことがあって、これ全くママ友の話とか、そのママ友関係全く関係ないことやねんけど、ひのちゃん、どこどこで4人でおったらしいなみたいな、よく聞く、もうどこ行ってもひのちゃんの話聞くわみたいなことをちょっと言われて、と思って、例えばなんかスタバに行ったってなったら、まあ確かにスタバには行ったんやけど、そんな4人、その4人で行くことはまあないし、どっからどうなったみたいな、もうとにかく噂って1あることが10になって広まるんやなってことはもう再認識されて、もう再認識した。で、昔飲みの席でね、よくおちゃんが噂されてたら、お前見たんかってなんかようなんか友達と話してるのを聞いたんですよ。いや、見たんかって言って、見てないのに言うなって、見てから言えみたいな。まあほんまそうやなと思って、4人で行ってんやろとかって、スタバ4人で行ってんやろって言われたことに対して、行ってないんやけど、もうなんかしょっちゅう噂聞くでとか言われた時に、それを言い返しても、スタバには行ったけど4人では行ってないとか、そんな言い返しても もう一緒やなと思って、まあ、だってもうどこ行っても聞くんやから、多分そのどこ行くのも飲みの席で話してることやから、もう噂は飲みの席でのもうなんていうの、魚当てみたいな感じで、きっとピノちゃんの噂が今旬やとしたら、次また誰かの噂が出てきたら、もうピノちゃんのことなんかもうふわっと忘れて、また違う人の噂になるんやろうな、きっとピノちゃんの前にも誰かの噂をしてたんやろうなと思うし、もうぐる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 回ってんねやろうなと思って、せやけど一言言いたいのは、ほんまにおっちゃんの言葉を思い出して、見たんかと見たんってほんまに言いたなったけど、本人にはやっぱり言えずで黙ってました。もうほっとこうと思って。で、皆さんは噂が自分の耳に入ってきたこととかありますか？今日はなんかもうグダグダな話になったんですけど、まあ、確かにちょっとイラッともしたんやけど、もうしゃあないな。ここでちょっと発散させてもらいました。では、明日も皆様が平和すぎるほど平和でありますように。See you!